2010年、ここ東京は浅草のとある一室で、ある挑戦が繰り広げられていた。前回ニュースーパーマリオブラザーズ Wii をプレイ開始。行くぞ進化したハイレベルな仕掛けや激しい敵の攻撃に大苦戦。絆創膏とかあるかな。彼らは疲労困憊になりつつも、持ち前の諦めないスピリッツで立ち向かい、挑戦7時間でようやくワールド号をクリア。今宵ニュースーパーマリオブラザーズ Wii 完全クリアなるか。今回の目的とルールはこちら。2日以内に4人協力プレイで全ステージを完全攻略し、コンプリート画面を出現させる。もう8時半だけど行くぜ野郎ども。よし来たー。レッツゴー。挑戦再開。ワールド6がスタート。みんな飯食って大丈夫？殺される文字通り殺されたちょっと死ぬに行ったやつがいた。みんな飯食ってプレイが雑になってるんじゃないか食事直後という油断はあったものの、さすがワールド5までをコンプリートした猛者たち。ワールド6は難なくクリア。しかしここで初日の挑戦はタイムオーバー。挑戦は2日目に持ち込まれた。おはようございます。おはようございます。おはようございます。翌日となったわけですが、ゼブラが抜けてしまったので高谷参戦。おはようございます。高谷です。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ここで新メンバーの高谷に初日のプレイで生まれた作戦を藤が伝える。はい、Wii リモコンは横持ちで、あとテーブルの上での連打は禁止連打するゲームだったっけこれ改めて今回のプレイヤーを紹介しよう。プレイヤー1、フジ。プレイヤー2、タカヤ。プレイヤー3、フンブ。プレイヤー4、ケイ。エイギウェブ。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii を4人協力プレイでクリアせよ。はい、じゃあ行くよ。はい、みんな準備はいいか。おお、じゃあ行きまーす はい、じゃあスタートします。では改めて各プレイヤーがどのキャラを操作するか把握していただこう。フジはマリオ、タカヤはルイージ、フンムは黄色キノピオ、ケイは青キノピオ。この4キャラの協力プレイで進めていく。ちなみにフジ、フンムの2人は事前にこのゲームを攻略済みだ。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii 2日目挑戦開始。よいしょ、これで楽しよう。36機もあるじゃないですか。2日目最初は雲の世界ワールド7。上だった今日は率先していくよ。みんなが頑張れ。よいしょ、やばい、あうちょっとやばい。もう前日の疲労を感じさせないテンションでふわふわと浮かぶブロックを渡っていく。よいしょよいしょ。ほら、するとここでハプニングが。すごい。なんと誰かがポーズをかけてプレーを妨害。しまった。誰？プラスボタン押した誰？ポーズの前にジャンプしていたフジは。危ねえよ。全員がブロックの間に落ちる大混乱。ダメ気をつけて。青頑張れ。青頑張れ。青ナイス。
落ち着いていこうぜ。俺は具体的に言うと高谷に殺されかけた。A ボタンを押そうと思ったんや。途中参加の高谷のミスで全滅の危機に陥ったが、エブリワンナイス、無事上空のスターコインをゲット。スターコイン、各コースに3枚ずつある大きなコイン。コンプリートのためにはこのコインを全て集めなければならない。スターコインを取り中間ポイントを超えたところで怪しい土管を見つけ入ろうとするのだが、なんだよ死んだ今。手遅れかな、今ヒポロって言ったぞ。新メンバーの高谷を含めどこかプレイに精彩を欠くメンバーに、とりあえず慣れるために一回クリアしないか。悪くない提案だ。みんな命は大事に。言ってるそばから投身自殺のやつやりてば。ちょっと いきなりワールド7なんでこっちが。確かにいきなりワールド7は厳しいが、なんとも情けない全滅。言い訳をするな。すぐさま再挑戦。激しい動きを見せるブロックに、ナイスファイト。またも高谷のルイージが、なんかほら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 あるよ、先あるよ。踏まれた。スローでご覧いただこう。勢い余って滑り落ちたがシャボンで回避。そこに青木のピヨコとケイが、踏まれた、青に踏まれたぞ。シャボンに入りふよふよ浮かぶ高谷に、ミードリーン、作戦名は命を大事に。またも踏み台にされる。昨日一つになりかけてた俺らの心がもうバラバラに。これから仲良くなります。7ワードをかけて。メンバー変更によりチームワークが乱れるが、3枚目のスターコインは苦戦しながらも無事ゲット。よっしゃー、あとはクリアするだけだ。うーん、やーやりやっ。でも昨日とは違って4人同時にゴールができている。本当だ、すげー、本当だ。しょっぱながら幸先がいいね。ステージの難易度に苦戦はしたものの、スターコインは3枚集まり、続いてボーナスステージ、キノピオの家。神経衰弱で揃ったアイテムを獲得できるパネルめくり。ここではおなじみの囚人プレイ。責任の追及はか。そんなことを言った富士が、おやかいな。結局おなじみの展開でワールド7の2へ。ここは強敵ワンワンのいるステージ。無数のワンワンが立ちはだかり、強引に進むのは困難。そこで藤たちは、ナイス、俺同時ヒップドロップでワンワンを撃退。協力プレイで使える同時ヒップドロップ、その衝撃で画面上の敵を倒すことができる。強敵の消えた道を先に進むと、ブロックに囲まれたスターコインが、ワンワンだ、ワンワンを突撃させなきゃいけなかったんだ。そう、このスターコインを取るには杭を叩いてワンワンを逃がし、壁面のブロックを壊さなくてはならない。ワンワンの復活はないので先にステージのクリアを目指す。土管の先で3枚目のスターコインをゲットし、そのまま無事ステージクリア。するとここで藤が、高谷、俺は1個伝えてなかった作戦があるのだが、そろそろ教えとこうか。進むときは右側にいる人から順に。ちなみに
初日に立案された作戦はこの3つ。いずれも協力プレイに欠かせない作戦となる。しょうがねえな。は残機のある俺が行こう。ワンワンをつなぐ杭にヒップアタックを繰り返すことでワンワンが逃げ出す。右向いてる時に行かなきゃいけないんだよね。確かね。うまく右側に誘導し、今だ。おーじゃー、おーおー、ナイス。俺よかった。どうですか。先ほどは使いどころを間違えたが、同時ヒップドロップは強力な武器。ここに来て急に練習を始める。じゃあワンタンメンですか。ワンタンメン、ワンタンメン。いける。意外といける。掛け声はワンタンメンに決まったようだ。ワンタンメン。おお、成功しても誰も喜ばねえ。なぜか無言の4人、そのまま黙々とゴールへ。昨日とでもちょっとあのチームの戦術が変わった感じがありますよ。お、どんな戦術になったかはおいおい分かるとして、続いて7の3へ。さあ誰が行く。プロペラ持ってないやつとか行かねえ。ガシャ来い。ナイスナイス。緑のルイージを犠牲にすることでスターコインをゲット。その後は難なく進み、てめえらに譲ってやるよ。かっこいい。なんで飛ばないんだよ。間に合え。おー行くんだ。すげえな、今甲浦木みたいだったな。間に合え。ゼクスマーキスの方でした。ウィングゼロで大気圏に突入してきてる時ですよ。リズムエモーションが初めて流れた回ですよ。なんとなく高谷の役割が見え始めたところで、ワールドの中間地点砦ステージへと進む。青いの操縦頼むぞ。せり上がるリフトを操作しながら進んでいく。リフトの操作は最初に乗ったプレイヤーが Wii リモコンを傾けることで左右へ移動する。いけるいけるいける。ルイージ以外。ルイージが上がってない。今マリオが2個取ったからだ。マリオが2個取った。ナイス、間に合った。みんな欲が出会ってた。俺が我先にと。うまい。そしてあれを行ってきます。ナイス。強引にスターコインをゲットしたのを見て、先に進む土管に高谷が入っていく。すると左なんかあるぞ。ありました。先を急いだ高谷のせいで2枚目のスターコインを取れず。もう一回行こうよ。くそ。そのまま先に進んでいくと、今度は左側に3枚目のスターコインを発見。この辺じゃない。落ち着いて凍らせたボム兵を投げる藤。しかし、凍らしちゃダメだ。ボム兵凍らしちゃダメだ。ボム兵で爆破させなきゃいけないのか。しかし俺結構今冷静だと思ったのにな。結局スターコインは1枚だけでボスの部屋へ。待っていたのはワールド7のコクッパルドウィック。ああ、早速飛びできねえんだよ。すいません。やっ、魔法と浮遊攻撃に苦戦しながらも4人がかりの総攻撃で、もうこの死んだ時のリアクションのなさがマジで死んでんだなっていう感じで。余裕ねえなこいつら。やりました、やりました。せっかく中ボスを倒したが、取り逃したスターコイン回収のため再び砦ステージへ。いや、ここだよな。左上に行ける。すでに場所は分かっているため落ち着いて進んでいく。いったー、やったー。無事に2枚目をゲットし、お次は先ほど逃した難関3枚目。なんかいる、なんかいる。
それや。ボム兵の爆発を使ってブロックを壊さなくてはならない。はい、そのまま。ああ、惜しい。また痛い、また痛い。ここで足止めを食らってしまうのかと思いきや、協力プレーならではの力技で見事3枚目をゲット。よし、あとは生き残るんだ。生き残ること考えろ。全滅したら水の泡といっても、一度は倒した相手ルドヴィック、これを難なく撃破。会長に攻略を進める藤たち。次のステージは謎解き要素も多いお化け屋敷。あれだ、あいつを、それだ。これらもしかしたらいきなり裏ルート行ったかもしれない。そう、こちらは隠しゴールへ進むルート。しかし途中で抜けることもできず、そのまま進む。行ってきます。行ってらっしゃいませ。シェケラッチョイ。この後4人に衝撃が。リフトを覆い尽くす巨体、アトミックテレサ。大胆。パニックになる4人。おいだ、どんちゃん。隙をついたフームが駆け上がるが届かず。ルイージも左向けば多分動く。今度は全員で協力し、アトミックテレサを下まで引きつける。高谷が盾となり、残りのメンバーが先へ進む。おっしゃー、抜けた。アトミックテレサの脅威もチームプレーで無事突破。よーし、よーし、危ない。レッツゴー。レッツ。なんとか隠しゴールを無事クリア。まだ別ルートがあるものの、スターコインは1枚という結果に。再びお化け屋敷に戻り、今度は正規のルートを進む。突然床が抜け、大量のテレサの中を急降下。大丈夫かな、みんなまとまんない方がいいんじゃないか。不意をつかれた藤たちはなすすべもなく。あとね、コインが流れてる位置にルートになってるんですよ。問題の地点へ到着し、富士の攻略情報を頼りに左右へ動く。5つの扉の中から探っていくと、右上の扉に入ることができた。アトミックテレサの後ろにスターコインが。あった。あった。ですよね。そのまま先に進んでいくと、間もなくゴールが。こちらは正規ルートの通常ゴール。しかし2つのゴールをクリアしても、スターコインは2つ。ここら辺りはもう1箇所あるけど。3つ目のスターコインを探しに富士の心当たりを探る。ここだ。よし。大量のテレサの中、富士とフンムは左右の壁を張って降りていく。隠しルートを探っていた2人、富士は途中でやられたが、右側のフンムは。わあ、生きてた。生きてたね。なんとか5つの扉があるエリアへ到着したが、アトミックテレサに囲まれ絶体絶命のピンチに。俺に任せろ。
よくやった、よくやった、よくやった、死ぬんじゃねえよ、よくやってねえよ。ちょっとさ、同じ死に方しないでくれるみんな。ウラルートとりあえず行ってみましょうよ、3枚目だし。正規ルートでスターコインは見つからず、今度はウラルートを探索しに行く。しかしゴールへつながる扉を前にしても、それらしい隠し場所は見当たらず。スタッフまで一丸となって相談していく中、ふと藤が何かをひらめいた。あったー、昔から逆手に取られてんだぜ。ついに3枚目のスターコインをゲットし、ゴールへ突き進む。ようやくお化け屋敷を攻略。よし行くぞ。レッツゴー。お化け屋敷で頭を使った4人、今度の仕掛けは一体どんなものか。知ってる、黄色が傾けると動くんだよ。これね、これね、皆さんこれね。なるほど。特殊な操作が必要な仕掛けだが、特に詰まるところはなく中間ポイントへ。さすがにプレイに慣れてきたのか、遊ぶ余裕も生まれ始めてきた。誰か1アップ欲しい人。ちゃんとワンナップを取る冷静さも。あ、なるほど。おお、乗せて。そして目の前のスターコインをゲット。しかし2枚目。でも1個取り逃してんだよな。土管を抜けた先で誰もが目を疑う光景が。はあ、よせー。ケイ、いきなりの裏切り行為。何事、何事ですか今の。謎の裏切り行為があったものの、キラーが飛び交う難所を抜け。おお、うまい。これ入っていいんだよな、行くときには。だってもうさ、うん、2人ゼロだよ。先にスターコインがあることを知っていた藤だったが、全員の残響を見て、まず一度安全にゴールを目指した。もしよければ緑色も殺しとくけど。頑張ってここまで5機に増えるよ。おや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 。今まで誰も言わなかったが、ついに藤が。ちょっとこのパーティーはもしかすると昨日のゼブラよりも真面目にやらないとクリアできないかもしれない。コンティニューで復活し、4人でスターコインを取りに戻る。なんで。ルートの本編に入る前に死ぬのやめていただけます、皆さん。1度目は見落としていたスターコイン1枚目。今行け、蹴るんだ壁を。おいやーほう。続いて全員の状況を見て、スルーをした3枚目を取りに向かう。でも安心するのは早いぞみんな。この先の仕掛けを知っている経験者藤、メンバーに冷静な指示を出し、レッツゴー、取りゃいいんだろう。だって協力プレイの利点を最大に生かし、スターコインゲット。生き延びることを考えたこの俺。さらにゴール前でも富士は。あの野郎、貪欲にワンナップを取りに行ってるよ。今一人落ち着いたよ、すごい。続いてワールド7の5へ。初日はあまり目立たなかった富士が、仲間を使い貪欲に攻略を進めていくというのには理由があった。Pスイッチを押してコインがブロックに変化。この足場を利用して攻略を進めるが、あれ、おい、乗れてない、乗れてなかった。シャボンで戻ってきた高谷が、あれ、高谷が。ルイージちょっと。僕なんかうっすらと分かってきたんだけど、高谷下手だぞ。ついに確信をついてしまった藤、実は初日にこんなことを話していた。あいつだったら高いのが好きだし。高いはマリオ時計なんだっけ。
さっきふむさんに聞いたら3人でやったことあるんですけど、うんうん、高谷さんワールド1でゲームオーバーそうなんだ。高谷実は下手だった。そんな高谷はゴール前でもはこれが2日目の富士が攻略を積極的に進めていく理由でもあった。高谷が下手だと判明したところでワールド7の白ステージへ到着。雲に覆われた城にはトゲのついた大きな鉄柱が。行くぞ行くぞナイスファイスナイスファイ。率先して進む高谷にケイとフンムはシャボンに。マジで。しかし取り残されたフジはシャボンに入らないまま。マリオさん、マリオさん、マリオさんがいると。マリオさん、そうなんだけど、いや、あのさっきまでの感じからすると高谷はそんなに信用してはいけないそう言いながらもチームワークは悪くなく、1枚目のスターコインをゲット。さらに先へ進んでいくと、あ、下にあるよ。床の下にいかにも怪しい土管が。どの角度で行けばこれ行けるかな。まずは先行したフンムが危ない行くよ。入れなかった。そんなんで行くの。続いて高谷が挑戦。行くぞルイジ頑張れ。おめえじょーどうすんの。俺行ってみる。どうぞ。今度はケイが挑戦。ケイがただいまただいまただいま俺ちょっと分かってきた。そして分かったというフジが、おーいおーいいな。あの走らない勇気B ダッシュを使わずジャンプするというテクニックで土管の中へ、うん、2枚目のスターコインもゲット。2枚目のスターコインもゲットした4人は小さい鉄柱が入り乱れるエリアに。いや、あそこで止めりゃいいはずだろ大丈夫だったのに。よし、しゃがまなきゃいけない。順番に安全地帯まで進んでいくおー、怖い。ヒーロー行ったな、あのタイミングでその後、順調に進んでいったが3枚目のスターコインが見つからないままボスの部屋の扉が。扉の先に待っていたのはコクッパ・ルドウィッグ。こいつもカメックの魔法で中ボスの時よりもパワーアップしている。おー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 おおアグレッシブ強いザ・アグレッシブここの人どこ来る。さすがにダメでした。イエーイかっこいい。かっこいい。リフトに行ったら俺は逃げるよ。叩き落としちゃう。油断していた。すっかり操作に慣れた4人はあっさりとこれを撃破。ワールド7クリア。しかしスターコインは足りずコンプリートならず。2日目挑戦開始から2時間、ワールド7をクリアしたが、とりあえずコインを取ってないので7に戻ってまいりましたスターコインを集めにワールド7の城に再挑戦。中間ポイント前にフンムがゲームオーバーに。さらにフジの動きにもどこか異変が。このルイージマンション、いや、マリオが行くかなって思ったんだよちょっとちょっと俺あの親指がまた限界でさ、絆創膏を貼ったらさ、プレイにやっぱ支障が出てる初日に続き指を痛めた富士。滑るんすよボタン。親指をかばいながら進む富士。その挙動にご注目。よし次行きます
ほっといてもさ、これでジャンプしちゃうのがすげえ怖い。そうだね、さっきそれで死んだ。鈍い動きながらも怪しい場所を調べながら進むと、とりあえずルイージ先行っていいよ。なんかそこの上じゃない？怪しい。無事3枚目のスターコインを回収し、ステージをクリア。これでワールド7のスターコインを全てゲットしたと思われたが、ダメですね。ワールド7のコンプリート画面が出現しない。なんか3個ぐらい。やっぱあれだよね。出現したステージのスターコインは全て回収した。ということはこれだよね、多分。これ怪しいか。あのキノコが2つだって怪しいもんね。ここよし、ちょっと行ってみますか。多分別ルートがどっかに。まだ隠しステージが存在すると考えた藤たちは各ステージを調べて回る。7の3をじっくりと探すが、隠しルートは見つけられず。これどこだろう。あとだからここを上に行くか、あとこれかだよね。土管からちょこっと行ってみる。ここ、きついステージじゃなかった？ここのステージならどっか土管は入れる可能性はあるよね。続いて怪しいと睨んだ7の4にも怪しい場所は見当たらず。探し始めて30分近くが経過するが、一向に見つからない。ごめん、こっちじゃねえ。あ、そこで藤は聞く？もうその方がいいじゃないですか。ディレクターに賄賂を差し出し、隠しルートの場所を聞く作戦。信玄がいい。信玄じゃあ何を聞くか、ふむさんに。隠しステージのある場所を取り出る。取り出る。取り出か。隠しルートの場所を聞いた4人はすぐさま取り出ステージに向かう。慎重に登っていくと、右側にいかにもなブロックが。怪しげだね。おー、終わった。おお、おめでとう。やったー、やったー。裏ルートをゴールすると新たな道が。その先に隠しステージ出現。雲の上の隠しステージ7の6、その全容は小さいものと大きいもの、無数のパタメットが飛んでくる。プレイヤーはそのパタメットを足場に進まなくてはならない。これきついな、みんなでやんのかこれ。狭い足場の上を4人で渡ることは非常に困難。当然安定した陸地も途中で途切れる。あ、これパタメットの上を持っていかなきゃな。今度は仲間を抱え一人分のスペースで進む作戦。あらかじめ言っとくけど、俺下のコインに向かって投げるからね。よし、来い。投げ込み作戦はミスだが、先へ進もうとした藤がジャンプした瞬間、上から敬意が。結果的にはスターコインを取れて先にも進めた。ナイスナイス青。だが不安定な足場は続き、一瞬の操作ミスが落下へとつながる。頑張れ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 。あ、下にいた。まだルイージ粘る、ルイージ粘る。みんな落ち着こう。意外とね、あの3人乗れる、うんうん、乗れるね、固めっと。ちなみにパタメットは大きい方は乗ると下に落ちていき、小さい方は上へと登っていく。ちょっと、おい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 、行け。乗れ。落ち着きすぎてパタメットに乗るチャンスを逃した一行だったが、ルイージしかいないぞ。
仲間に押し上げられた高谷が一人持ちこたえメンバー復帰につなげた。そして敬意が一人奮闘し、上にある、上にある、露骨にある雲の中にスターコイン発見。取ったのも一丸となってコインをゲット。リグがあるうちいいいいいい感じいい感じ。変わる変わるシャボンから復帰し、残る一人となっても助けをつなげていく。違う違う違う、おおよく残った今度は大きいパタメットの群れに着地。その下にスターコインが下にあるね。先に進むメンバーとコインを取りに行くメンバー、任せろナイスナイスナイス。それぞれの役割を果たし、フジが地面へと着地に成功。俺は着地してる、泡でいいぞ。見事な連携プレーでパタメットステージを攻略。今心が一つに。ほう。しかしゴール前ではやや乱れが生まれでも今のステージ超楽しかったです。楽しかったね。正直楽しかったね。多分今回のプレイで一番心があったんじゃないですか。コンプリートしました。ワールド7コンプリート。プレイヤー2ルイージ、ゼブラからタカヤへ代わって初のワールドコンプリート。タカヤさんが参戦してから 2P ことルイージは56回死んでおりますでもほら56回死んだことにより、最近はもう死亡率が少なくなってきたので、ワールド8はすごい活躍をします大きな宣言をしたタカヤ、果たしてこの宣言通りワールド8で活躍することができるのか。挑戦開始から合計10時間、ついにクッパの待つワールド8に到達。はい、じゃあワールド8です。高谷さんの本気、高谷さんの本気頑張るぞダメっぽい、行くぞ行くぞ行くぞ。火山とマグマに囲まれた不気味な世界、一体どんなステージが待ち構えているのか。火山か、え後ろから多分マグマが来る。マジで上からもやだよ、上からあれが降ってくるからモリモリ上からこう、うわ地面丸くて今ヒップドロップしたら滑り落ちた。あーしょーい、ちょっと様々な仕掛けに苦しみながらも慎重に先へ進んでいく富士たち。立ってる立ってる、油断せずに行こう。一回止まる、止まってる暇ないでしょ。ないね。ああなるほどね、まだか。残機を減らしながらもここまで攻略してきた技術で先へと進む。しかし、ああ落ちた、ラグジャンプでごめん、あれ全然取れなかったけど、いやごめん、いやまあいいんじゃない。さすがに最終ワールドともなるとプレイヤーたちをいともたやすく全滅へと追いやる。生半可な覚悟ではクリアできないことを物語っている。それでは改めてこのステージの難しさを解説していこう。まずは背後から迫る爆炎、触れると一撃死のためゆっくり進むことができない。同時に上から降り注ぐ溶岩、この溶岩はダメージのみならずアイテムの入ったブロックをも壊してしまう。さらに崩れ落ちる足場に、斜めになっている地面ではヒップドロップでのジャンプ制御も封じられる。そして絶妙な位置に配置されたメットがプレイヤーの行く手を阻む。これまでとは比べ物にならない難易度を誇るワールド8、果たして藤たちは攻略できるのか。とりあえずみんな行こう。いやとリクスは、リクスは上がってきました。過去最大の死闘が始まる。わあみんなこうなるぞ、気をつけろ。分かったな、あと意外と足元滑るから気をつけてみんな。メットはファイヤー効きません。
了解です。危ないと思ったら泡。懸命に声を掛け合って進むが、あない足場が落ちた。結局落ちた。おっしゃー、中間ゲートだ。これは失礼か。こうなるから、あのマグマがもう切れた瞬間に前の人行こう。わあ、いやあ、いやあ、めっちゃいける。ああ、惜しい、惜しい。マジ？ここで一人。いやべ、あそこがだから。これがいるんだよな。くそ。俺ら全員の頑張ってラス一。残りわずかの残機でようやくゴールへつながる岸へ到達。ブロックに囲まれたスターコインを発見が、取り逃した。あー、なるほど。今結構危ない取り方しかやらない。でも場所分かったね、こういう取り方。場所と取り方は分かったんで、とりあえず行きましょう。スターコインを集めるため、再び地獄のステージに挑む。じゃあ行くぞー。あ、そっか、最初からか。そうね、今悩んじゃった。これ今どういう状況だっけ。一度クリアしたステージだが、やはりその難易度は高く、あ、逃げらんない。ごめん、なるわ。 あと5時間ぐらいかかるかもしれないけど許してね。そして10回目の挑戦で、初めてのコンティニューです。コンプリート経験者の富士すらも苦戦する最大の難関。やがて全員の表情は険しいものへ変わっていく。全滅を繰り返し、挑戦はついに17回目となり、よし、きた。それそれ。ごめん、止めちゃいます。ナイス。情けないと思ってました。超えた。あとはきたー。よーし、イエーイ。クリアできました。クリアできました。イエーイ。取れました。この8の1なのにこの盛り上がりを。死闘を乗り越えた富士たちは苦戦を強いられながらも次の8の2をクリア。続く8の3では、このゲームを初めてプレイする青木のピヨコとケイが、ナイスナイス、かっこいい、うまい。一人になりながらも敵とマグマを華麗に避け、クリアへと導く。そしてワールドの中間地点、砦ステージへ到達する。砦のボスはカメック。着実に着実に行きましょう。各ワールドでコクッパたちをサポートしていた宿敵との直接対決。こっちへ来い。お前はいらん。じゃろ、呼ばれたので。こっちへ来い。俺はあいつの魔法を呼んだんだ。しかし4人がかりでは苦戦することなく、おあっという間に撃破。トリレステージをクリアした富士たちは、真ん中行こう。よし、来い。隠しルートの先、8の7へ向かう。これあれか、動くや、乗り寄せか。このリフト動くよ。みんな止まるのに気をつけろ。富士の言う止まるとは果たして。止まるのに気をつけろ。
味方がさ死んだ時とかのダメージ受けた時のさあのストップ超きつい。あーなるほどね。光栄は多分そうだよ、ジャンプが間に合わなくなる、うん、最大の障害となる仲間のミスをいかに乗り切るかが鍵となるが、ちょっと待って、マリオさん？でもこれはいい。だから画面が広くて、画面が広い。邪魔！邪魔！もうええか。後ろに寄ってない。うわ、惜しい。普通のジャンプで受けられる気がする、うん、ダッシュジャンプじゃなくて、うん、あのそうそうそう、ふわふわタイムのリズムでふわふわこの後、この後あうまい、もうリズムは崩れた。リズムはめちゃくちゃだが力技で一つ目のリフトは攻略。ダッシュジャンプの精神。ピロン、これか。二つ目のリフトはさらに難易度が上がり、今度はマグマの中までリフトが飛び込んでいく。ルイージオン、うまい、道連れに。うわぁ、うわこのステージ面白いですね。リフトのスピード感にある種の快感を覚える藤たち。あ、逃げられなかった。頑張れ、頑張れ。おぉ、やった、すごい。お前らなんか知らねえよ。2つ目のリフトを前に藤は仲間を担ぎ上げる作戦に出る。だが今ね、心が分かれてる。あの4人で行こうというやつと、あの効率よく行こうっていう。続く5回目の挑戦ではあ置いてかれた、余裕で置いてかれた。飛びすぎたらダメ。あの騎士を1個間違えた。ミスの停止時間も冷静に判断し細かいジャンプで抜けていくが、あ、集中力、大事大事、マリオシモ。一体何が起こったのか、スローでご覧いただこう。吹き出すマグマを冷静に避けていく藤、しかし着地した先にルイージが。弾んでしまったマリオはマグマの中へ。このミスで藤ゲームオーバー。自分で精一杯やったんや。あ、ジャンプ、お、あれジャンプ言いましたよ、僕今、ランドで押してなかったのか。邪魔くせえな、お前ら。頑張れ。一人になった時の解放感と前にこいつらが現れた時の絶望感たるやないね。このステージ初めてのスターコインも確認でき、次の挑戦でまたもや藤が。生きてる、生きてる。変な欲を出した。どうなってんの、どうなってんの。両方頑張れ。わかった。おー、ナイスジャンプ、危ない、ジャンプ。
じゃん。よーしゃー。素晴らしい。見事二つ目のリフトを攻略。残念な死に方を遂げた私が帰ってまいりました。挑戦7回目でようやく中間ポイントへ到着。よし。このリフトの動きに慣れてきたのか、再びあの鼻歌が。ハセさんごめん。ミートガンバーグ。最後のリフトを前に、上に長いとある。あ、2つがねクロスするところですね。今疑問でもめっちゃ高いやつ。かっこいい。ルイージ披露。ルイージ披露。ルイージ頑張れ。ルイージ頑張れ。披露。頑張れルイージ。頑張れルイージ。お前や。やりました。やった。かっこいい。やりました。タカヤさんかっこいい。8ステージ活躍しました。ありがとう。絶対死んだと思った今。あの3個目取りに行った俺も後ろ戻って取ったやつかっこよかった。褒めてもらっていいと思うよ。かっこよかったあれは。あの最初でリモコン振った俺と大違い。ありがとう。ありがとうございます。難関のステージ8の7をクリアし、テンションが上がった一同。バブルにぶつかりミニステージ突入。ここで藤と噴霧が。俺と噴霧さんのコンビネーション見たか。一人で行けば一人の犠牲で済んだはず。無駄な犠牲こそ払いはしたが、勢いがついたのは間違いなく。暗闇の中の水中ステージ 8-4 はファイアボールをうまく使い、着実にスターコインを見つけていく。ステージの難易度は上がっているが、プレイヤー4人も確実な成長を見せ、見事クリア。よし。疲労も見え始める中で、一歩一歩オールクリアへと近づいていく。またリフト。強制スクロールの予感がする。ちょっと8の5は強制スクロール。 Wii リモコンでリフトを操作しながら進む。で、傾けないと進まないな。リフトを操作するルイージを守りながら堅実に進んでいく。おお。やばい、守りリフトだけです精一杯や。そんな見事なチームプレーの中で、なぜか噴霧だけが。ごめん。分かっていたんだけどごめん。俺リフトを操縦したくないっすけど。よし、まあ、それは違う。なんだろう君は。思いのほうがいけなかった。リフトの下にスターコインを発見。分かってるんだけど、分かってんだけど、ルイージとか攻めてこない。入って。フンムが身を挺してスターコインをゲット。え、でもそうだよね。俺今判断合ってたよね。しかしフンムの残機は。でもゲームオーバーになってるよ。それはごめんなさい。このね、先にスターコインあるから気をつけて。激しい敵の攻撃の中、今度は高谷が3枚目のスターコインをゲット。よし、あとは全滅だけを。溶岩が来る後。ゴール間際でリフトを操作する高谷が倒されるも、操作の権利が移った藤が冷静にウィーリモコンを傾け、見事8の5をクリア。リフト あの権利が変わったのを焦らずにちゃんと待機したよ俺は。自分の冷静さを主張する藤だったが、8の6が始まった途端。
いきなり高谷をマグマの中へそして自らもちょっと錯乱する富士を尻目に画面の左上にスターコインを発見。頑張れ頑張れ。なるほど壁入りだ。よいしょよいしょよいしょ。かっこいい俺。かっこいい。無駄に二人。うまい。今のは良い連携だったが、こっち乗っちゃダメだと思う。今もうコインの場所は分かったね。プロペラの人はどんどん行っていいです。ワイのワイの再挑戦ではプロペラマリオになった藤が速い動きで上へ上へと進んでいく。先ほどのミスを生かし今度はマリオだけコインに向かい、他のメンバーは先に進む。ああ入れなかった。入り損ねた。やばい。こうなるのか。ルイージ頼んだ。頼んだ。挑戦開始の頃とは違い、今の4人には確かなチームワークが生まれている。おお。ナイスファイト。そんな4人を待ち受けるのは3度目となる飛行船ステージ。レッツゴー。最高級の難易度もチームプレーで見事に突破していき、ボスの部屋に到着。そこで待っていたのは、よし皆さん命は大事に。これまた3回目の対戦となるクッパジュニア。クッパジュニアっすね。これあれをぶつけるんです。あれヒップドロップ、ヒップドロップでこれが持ち上がるんで、こういうことです。おー惜しい。マリオ助けるんだ。ナイス。うまい。追い詰められた藤が巧みな技で攻撃を避け、もう一丁。うまい。反撃。うまいからな。次の攻撃を引きつけるため炎の間に飛び込んだ藤はドキ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 三角跳びでピンチを逃れるも、うまい、うまい。あわずかの差でダメージ。あーうわー死んだ。あ三立て危ない、三立て危ない。そして上からの炎にも注意。 あれで多少動けなくなるよな。確かに。再び挑戦。2枚目のスターコインを前に、どういうことする富士がメカクッパにやられゲームオーバー。ここでスタッフが今のプレイにあるアドバイスをする。てかワンタンで良かったんじゃない。ドッティ今いいこと言った。ワンタン面、いわゆるヒップドロップで倒せば楽にスターコインも取れたのだ。次からあれでいきましょう。あばばば、もう次なんてないっすよ。あばば次ないのか。いやいや、これで勝つって意味です。これいないっすからね。リーダーの富士がいない中でクッパジュニアとの再戦。攻略法はすでに掴んでいるが、果たして。あっと振ったり、おお壊しちゃった。あーしてくれるかな。同時に行っちゃうと壊れるんだね。敬意もゲームオーバーとなり、次第に追い詰められるプレイヤーたち。あナイスファイナイスファイナイスファイ。冷静だ。3回の攻撃で倒せるクッパジュニア。攻撃も激しくなり、ギリギリの戦いが続く。もう一回。おじゃー。クッパジュニアを見事撃破。次はなかったな。残念だ。するとそこにはピーチ姫の姿が。しかし再びカメックが現れ、ピーチ姫をさらっていく。カメックが飛んでいった先には、おお
とりあえず最終面です。うすうすうす。ついにやってきた最終ステージ、クッパ城。一体どんな仕掛けが藤たちを待ち受けるのか。長い戦いを経験してきた藤たちはどこか余裕を感じさせるプレーで進んでいく。しかし油断油断。はーい、どう。あー、おーごめんなさい。時に経験が油断を生み、残機を減らしていくも大きな苦戦はなく仕掛けを突破していく。マリオ5兄弟がラス1ですよ。余裕っす。そしてクッパ城前半の仕掛けの肝となるリフトが出現。ごめんなさい。一度リフトに乗るとゆっくりと下に落ちていく。4人のうち1人でもリフトに乗ると落下を始めるので、素早い判断で移動していかなくてはならない。いきます。だがプレーを焦るあまり、兄弟が加速できなかったんだ。そう、ジャズがルイージ詰まった。ここ入ってからあっという間に4回コンティニューですよ。しかし回数が記録される以外リスクのないゲームオーバーに慣れてしまった一同は先行してる先行してる。もう私は止まれない。よし行くよ。 OK。 失敗を恐れずにどんどん前へと進んでいく。危ない。あれあれ、じゃあ俺行く。もう戻ってこれない。おこんな些細なところでも、ちょっと押すな押すな。降りるの待ってるに決まってるじゃないですか。なんで押すの。とにかく焦って前へ進む4人。土管を抜けた先はここ、ここギリまで、ギリまで行け。何が、何を、何を我慢だ、浮かずにすぐ乗ると足は乗った時点から落下を始めるリフト。そしてリフトよりもゆっくりと下がっていくマグマ。もちろんマグマは一撃し、マグマに飲まれる前にうまく次のリフトに飛び移るしかない。であそこなんすよ。おやっほー、やっほーじゃない。またも4人プレイが足かせとなる難関エリアが登場。ここだよここ、俺ら2時間ぐらいかかったの。とここでディレクターが、じゃあクッパ城に挑戦するってことね。マリオ帽子。似合うな。ひげないっすか、ひげすげえ似合いそうなんだけど、ひげないっすか。よし、行きましょう。さあ、クッパを倒そう。すでに総プレイ時間は12時間を突破。よし、よし。マリオ帽子で気合を入れ直した挑戦5回目。しかし気持ちとは裏腹に焦りが生まれ、リフトに触ってしまう。足場がなくなり全滅。メカもうすぐ乗っちゃってる。明確な作戦が生まれないまま6回目の挑戦。全くここのステージを理解できてない。あと3回ぐらい死ぬから大丈夫。ああ考え方が一緒ですいませんでした。黄色しか生きてない。頑張れ頑張れ。ナイス。するとここで敬意が。体を張ってスターコインをゲット。あとは足場をつなぎこのエリアを抜けるだけ。際どいながらも出口となる土管に到達。よくやった。はい、あよかった。難関エリアを突破した先に不気味な扉。はい、ありがとう。
行きますか。うむ。扉をくぐった先には長く続く通路。行くぞ野郎ども。正面からはクッパの吐く火の玉が。よしこい。ということは当然この先に待つのは、よしこい、大魔王クッパ。2日間にわたる戦いもついに決着か。おお、すげえ。炎を吐きプレイヤーを追い詰めるクッパ。その後ろには捕らえられたピーチ姫と謎のボタン。すでにお分かりだろうが、あのボタンが勝利の鍵となる。何やるつもりだ。あー、いける。あー、残念。クッパが大きくジャンプした隙をついて下をくぐる。意外に風になった。あー、おー、行った。ボタンを押すと橋が消え、クッパが落下。カゴの中のピーチ姫は偽物。ピーチ姫じゃなかった、巨大化したクッパが再び出現。壁をも壊す激しい攻撃になすすべもなく逃げるしかないマリオたち。そんな恋を2枚を取ると復活してしまうぞ我ら。おお、全員来た。そこの先にスターコインがいます。取れ、取っていいよ。じゃあ当たったぞ。経験者富士のアドバイスで3枚目のスターコインを獲得。だが巨大なクッパの猛攻は続く。危ない、ごめん。おお、今だ、本当にごめん。マリオを2台にして助かった。さらに先へ逃げていくと画面が下へスクロール。おお、ごめん、溶岩死ぬから気をつけてね。そう、下のマグマは波の部分も一撃死となる。あー、プロペラが死んだもんだけど。あえなく全滅。果たして巨大クッパ倒せるのか。くそー、これがだからな。よし行こう。そっちかな。なかなか泡になるという考えにたどり着くまで時間がかかるな。プロペラ機能が取れるか。プロペラはやろう。マジ？危ね。下の溶岩も死ぬんだよね。死ぬね。下のマグマとクッパの攻撃。富士たちにも緊張が走る。プロペラを失いダメージを受けつつも懸命に先へと進む。ダメや、くそ、一回逃げてよかったんだ。ラスボスクッパはさすがの強敵。4回目の挑戦でも。だからあれ先にあの足場の方行っちゃったから、足場の位置に合わせてクッパが飛んできたの。下の溶岩注意。よし、行きますよ。あっす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 
諦めずクッパに挑み続けるが、投げろ投げろ、あおおおおお、ついには6回目の挑戦に。ナイス。回数を重ねるごとに徐々に前へ進んでいく。するとようやくピーチ姫と巨大なボタンが。おバイバーイ。あれマリオブラザーズがいない。マリオいねえ。見事クッパを倒した藤たち。しかしそこにはマリオとルイージの姿が。アイスクライマー風に言うならこの状態です。ついに本物のピーチ姫を救出。結局国民でどうにかしたってことか。人類のくせに。長かった戦いは終わった。これがニュースーパーマリオブラザーズ Wii のエンディング画面。だからエンディングのいい場面のところでイカとか食おうとするこの俺だ。あ、そうか、勝負だよ。ハイスコア狙ってね。最後まで茶化しながらも藤たちの2日間にわたる戦いに終止符が打たれた。出場を作れてよかったです。でも4人プレイって楽しいですね。楽しいね。おおお、なんか出た。これはまさかの。まだオールクリアではありません。ギャー。演技はこのぐらいでいいかね。そう、これで終わりではなかったのだ。今回ご覧に入れることができなかったワールド Q の模様はウェブにて公開予定。最難関ステージで活躍するマリオたちの勇姿を見逃すな。